取られ方が悪い状態で、まあ、今までは失点することが多かったんですけど、まあ、取られた時が、取られた場所だったりとか、取られる時間帯がどうであっても、まあ、守備をしっかりして、失点につなげないっていうのは、今まで以上にやってきてるし、今回に限っては、まあ、それも結果には少しずつなってきてるので、まあ、それを継続して数を減らしていきながら、まあ、失点を、まあ、ゼロに抑えていきたいというような課題です。はい、厳しい戦いにはなると思うんですけど、まあ、チーム一丸となって戦って、まあ、一番いい色のメダルを持って終わりたいと思います。